ナビームウーサービオナビームウーサージュデア砂漠の地名である。モーセに関する有名なパレスチナの民話で知られる。またナビームウーサーはギリシャ正教の暦で、正金曜日の前の金曜日から始まる7日にわたるパレスチナ人ムスリムの宗教的祝祭の名前でもある。この祝祭はパレスチナで最も重要なムスリムの巡礼であると考えられている。この祝祭の中心は エルサレムからナビームウーサーへの集団巡礼である。それはジェリッコの近くにあり、モーゼの墓であると考えられている。またエルサレムからメッカに巡礼に向かう、際の第一産経所であった。1931年にイギリス当局より行われたセンサスによると、ナビームウーサーの人口は3名であった。同名のパレスチナ人の村が近所にある。 2007年のパレスチナ中央統計局によると、ナビームウーサーの人口は309名である。オスマン町の旗がナビームウーサーに翻っていた最後の時、1917年、1920年のナビームウーサー暴動の前のナビームウーサーの祭り、1920年撮影、ネゲブ砂漠のベドウィンは、歴性血眼から油を作っていた。それは、 ムーサー病の近隣地域から見つかるものだった。ベドウィンはその岩をモーゼの石と呼んでいた。ベドウィンはナビー・ムーサー地域の生成を信じるのみならず、神がモーゼが葬られたこの地を火の石と井戸で祝福したと信じた。タウフィーク・カナーンはその著者、海峡の聖人と聖域において、病の近くの黒い石は火の中に置くと燃え、ゴ符を作るのにも使われると述べた。 その場合は、石を方形と三角形に切り、守りのショを掘るのであった。恥と、うむらか。ありがとうございます。